はい、始まりました東美白チャンネル。私は VTuber 水岡店長です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、東美白のね、収穫までいよいよあと1ヶ月ぐらいとなってきました。で、ね、以前ね、兄貴の動画でね、カラスとかをね、予防するのにテクスを見ていただいたと思うんですけども、とどめはね、このじゃんカイトタカでね、とどめを刺したいと思います。これね、結構効果がね、1ヶ月からね、2ヶ月ということでね、なってるんですけども、あまり早くね、してしまうとね、カラスも慣れてしまうので、その収穫がね、1ヶ月前にこれを設置して、飛び箱の方をね、守りたいと思います。もうね、補助の方はね、もう飛び箱だけになっているので、どんどんね、カラスに食らわれてしまうので、このとどめをね、これで刺したいと思います。それではね、これをね、組み立てて、設置していきたいと思いますので、ね、ご視聴の方よろしくお願いします。じゃあね、これからちょっと中の方をね、割らしていきたいと思います。組み立て方法をね、説明しますので、これをちょっとね、見ながら、作りたいと思います。結構ね、トンネルと大きさわからないんですけど、結構大きいですね。よし、はい、じゃあね、これを組み立てていきたいと思います。こんな感じですね。あ、なんかめっちゃ簡単ですね。簡単言うてる前にはだいぶこう戸惑ったんじゃないかというツッコミが来そうですけど、はい、こんな感じでこれね、完成です。で、これをね、この釣り竿に刺していきます。おっ、こうね、かけて、こんな感じでも取れません。はい、で、これをね、兄貴のところの補助では高めにするので、さらに鉄の支柱にくくりつけてます。ね、こう、中にね、セットされてるのはね、こういう感じで。もうこれだとね、全然低いので、カラスの落としになりませんので。ちょっと後で、ね、鉄の柱にくくりつけて、こう高さをね、木の上ぐらいになるようにして、カラスの落としにしたいと思います。これですかね。はい、じゃまずね、この鉄筋を切ります。ね、手を打たんように。こんなもんですかね。結構しっかりします。よし、で、次は2つを取って、でね、高さを防ぐためにね、この柱を打ち付けて、この上にね、このカイトをつけていきます。
最後はこれ柱のところで杭が動かないようにハイヤーで止めていきます。中にこうでとよし、もう ちょっとペンチがね、ドライブなってるんですけど、じゃあこんな感じですかね。どうですか。はい、ね、こんな感じでね、設置の方が完了しました。ちょっとね、今ね、風がちょっとないのでね、どんな風に動くかっていうのはね、ちょっと見えないんですけど、もしね、飛んでる映像もあればね、後でちょっと差し込めたらなと思うんですけども、あとね、値段の方なんですけども、また最後に、シュッと、ね、入れておきますので、でこ近くのね、あのホームセンターとかあと JA さんとかにもね、あるかと思いますのでね、こういったものを準備してね、こう特定のものとかね、あと結構今だとあのとかね、お米の田んぼの真ん中にもね、これ結構立ってたりするのでよく見かけますのでね、こういったものを使って皆さんもそれからの被害を守って、いいね、果物、いい農作物をね、作っていきましょう。それではね、今回はこの辺りで終わりたいと思います。今回もどうもご視聴ありがとうございました。